酒って結構なんか僕は好きでよく飲んで、そんなに回るタイプじゃないんですけど、うん、濁りは飲みやすいからすごくこう飲みすぎて回るっていう方多いですよね。そうなんや、うん、俺なんかこの前飲んで次の日一日棒に振った時あって動かねえというか起きられへんあんまりやらなあかんこといっぱいあるのに。うわそう。でも気持ちよくなることはないね。うん。あのお酒は。うんうんうん。で、リキュールっていうやつ、なんかよく知らない。ちょっと安いお酒。はい。は、なんか気持ち悪くなったりすることがあって。なりますね、なりますね。あ、山下がいてもダメね。めちゃくちゃなります。あ、ほんま。うん。そう。で、それ、なんか息子に聞くと、リキュールっていうのは良くないんやと思うわ、とか言って。うん、そう、あの息子めちゃくちゃ飲むからね、ほんまに、うんうん、で夜のもうドラマー同士やからもう酔っ払って大爆笑しながらやっぱりドラムの話するんですか。ドラムの話するときあのね、うん、俺は大概教えることはないねんけど、プロドラマーでもこんな情けないことあんねんでっていうような話ばっかりするほんま。なんかツアー行くやんか。はい、だから例えば、2、3本やっていくと、毎回こう、まあ、打ち上げあるとするやんか。で、打ち上げで、1曲目と2曲目を、1、2、3、4やとちょっと間が空くから、うん、スピード感を上げるために、3、4で明日入ってみよう。っていうことやって、はい、で、おっか、その曲になりました、と。はい、いつものように癖で、ワンって言って。ワンって言うとか、ワン、フォーって言うから。ぐっしゃーもう首やわ、と思ったもん。ほんと。ツー、スリーなくなったんですね。ツー、スリーなくなって、ワンって言うから、ツーって言うと思ったやろな。ほんまに。俺が、ワン、フォあとあれが嫌やねん、あのテレビ局でさ5秒前って4、3、2っていうあれやん、そうでカメラが始まるわけやんか、うん、でそれまでのテンポがさドンダドンダ、これぐらいでもええな、これぐらいでもよしよしよしって、あ5秒前4、3、2ってやめてほしいなペンライトでこう回したら始まってとかやってんのよね。ほんまに。はい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 。本当は嫌やねんってな、俺。ほんまに。